お好みの大きさに切った、野菜に水を1カップほどだけ入れて、まずは茹でます。栄養を逃さないためにこうします。別の鍋にお湯を沸かし、酒粕を溶いていきます。酒粕の、アルコールを、ここで飛ばしたいと思います。そして、すりおろしたレンコンを、ここに一緒に入れ、火を通していきます。このまま、蓋を開けたまま10分程度、レンコンに火が通ってアルコールに、蓋飛ぶまで火にかけます。十分に、アルコールが飛んだら、そこに味噌を溶いていきます。レンコンのすりおろしが玉ねぎになっています。先ほど、茹でておいた、根菜の方に、今作った筋料理です。ここからは火をかけずに、温めて終わりです。